ウクライナ軍が6月初旬に始めた反転攻勢の攻撃軸の一つである南部ザポリージャ州の戦線において、ロシア軍が構築したスロビキンラインと呼ばれる30の防衛ラインの第一防衛ラインを、この戦線でロシア軍に占領されていたロボティネを奪還解放したウクライナ空中機動軍空挺軍の、第82空中強襲旅団や第46空中機動旅団が突破したことが8月末に伝えられたよ。スロビキンラインとは、今年の春から初夏の間に、ロシア軍のセルゲイ・スロビキン上級大将の監修下において構築された防衛ラインで、幾重にも掘られた塹壕というの派と呼ばれる対戦車防御用障害物などによる、防衛ラインと数十万個とも言われている地雷が敷設された広大な地雷原などで構成されていて、特に高密度に地雷が埋められている地雷原はこれまでにない規模であることから、ウクライナ軍の反転攻勢の勢いを防ぎその進捗を大きく遅らせている一番の要因とされているな。さて今回はそんなウクライナ軍がスロビキンラインを突破したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この三重の防衛ライン構築を指示したスロビキン上級大将は、民間人の犠牲を厭わない指揮を取る残忍な将軍として知られていて、2017年のシリア内戦ではアサド政権を支持するロシア航空宇宙軍の司令官として、空爆作戦の経験がないにもかかわらず、シリア北部の大都市アレッポの大部分を消滅させる空爆を指揮したことでも知られていて、スロビキン上級大将は、このシリア内戦において無制限の空爆と民間人への攻撃を繰り広げたとしてアルマゲドン将軍との異名で呼ばれているんだ。2022年2月24日のロシアによるウクライナ侵略戦争開戦時は、当初在ウクライナロシア軍の南部軍集団司令官であったが、同年10月8日に在ウクライナロシア軍の総司令官に任命されたことが公表されたのであるが、2023年1月11日、突然ロシア軍総司令官から解任され、後任にロシア軍参謀総長のワレリー・ゲラシモフ大将が総司令官に任命され、スロビキン総司令官は副司令官に降格されたことが国防省より発表されたよ。このスロビキン上級大将の更迭については、ロシアのクレムリン内での政争が大きく影響していると見られているな。権力争いから脱落したと見られるスロビキン上級大将はその後、2023年6月23日に反乱を引き起こした。ロシアの民間軍事会社ワグネルグループの創始者エフゲニー・プリゴジン氏に同調したとの嫌疑で逮捕されたと報じられるなど、しばらく所在が不明であったが、9月15日にロシア国防省のアルジェリア訪問団に参加していると報じられて、ワグネルの反乱に加担したとは見られておらず、未だ軍の中枢に留まっているものと見られているぜ。ロボティネを解放してスロビキンラインの第1防衛ラインを突破した第82空中強襲旅団や第46空中機動旅団は、そのままロボティネの南にあるノボプロコピウカの奪還に向かうものと見られていたけど、ロボティネから東に進路を変更してベルベボへ向かったんだ。ベルベボは人口1200人ほどの集落であるが、ウクライナ軍はロシア軍の第58諸兵科連合軍や他の野戦軍のほか、東部ドンバス地方のルハンシク州から引き抜かれて配置されたと見られている。第76新鋭空挺師団が待ち構えているとされているノボプロコピウカ対して損失が膨らむ正面攻撃を避けて、東のベルベボからスロビキンラインの第2防衛ラインの脆弱な部分を回り込み、ノボプロコピウカの東側面から攻撃するのではないかとの見方が出ているね。ウクライナ軍のオレクサンドル・タルナフスキー司令官はアメリカ CNN のインタビューに対して、タルナフスキー司令官はさらにノボプロコピウカの先にあるトクマクは通過点であって最低限の目標だとして、南部ザポリージャ州の戦線におけるウクライナ軍の最初の目標である、ザポリージャ州の交通の要衝でロシア軍の戦略拠点であるトクマクを奪取することで、反攻の大きな突破口になるとの見方を示したんだ。そして、現在のロシア軍はトクマクまでの防御ラインの深さによって我々の進軍を止めようとしているが、トクマクを奪還した後には大きな突破口が開かれると信じているとして、トクマクまでの約 20km に展開しているロシア軍を破ることでザポリージャ州の戦況が、
一気に進展する可能性があると指摘したみたい。さらに同司令官は、トクマクは最低限の目標であり、この先雨季から冬季となる天候は前進の際に深刻な障害となる恐れがあるが、ここ最近我々の前進方法を考えると、ほとんど車両を使用しない戦術であるため犯行に大きな影響を与えるとは思わないとした上で、大規模で電撃的な昨年のハルキウ州のような犯行作戦を予想していた人がいることは理解できるが、これは単なる競争ではなく、時が移ればロシア軍の戦術も変わり、当然使用する武器も変わってくるというよ。ウクライナ軍のこの攻撃軸における目標はあくまでザポリージャ州メリトポリであり、アゾフ海沿いの交通の要衝であることと市を奪還して解放することで、ヘルソン州南部やクリミア半島に駐留しているロシア軍に対する、ロシア本土からアゾフ海沿いの陸の回廊と呼ばれる補給路を遮断することにあるぜ。その上でそれらの非占領地のロシア軍部隊を兵糧攻めにして降伏に追い込むことができれば、一気に領土を取り戻すことが可能になるってわけだな。ウクライナ軍としてはこの秋のうちに、雨季を迎えて地面がぬかるむ前にメリトポリまでを奪還し、ヘルソン州のロシア軍部隊をクリミア半島に後退させて、クリミア半島への道路と鉄路を閉鎖した上で、クリミア半島の東端とロシア本土のグラスノダール地方との間にあるケルチ海峡に架かるクリミア大橋を通行不能にすれば、大きな損失を出しながら攻め入る必要はなく、あとはクリミア半島のロシア軍が音を上げて降伏するのを待てばいいからね。さらに、セバストポリに居座るロシア海軍黒海艦隊の艦艇に対して、最近実施して攻撃を継続して全艦艇を航行不能にするかノボロシスクの海軍基地に追い出してしまえば、黒海の西側海域の海上優勢を確保することもできるよ。そのため、ウクライナのゼレンスキー大統領はすでにこの侵略戦争が長期化することを踏まえて、西側諸国に対しての支援継続を強く願う行動に出ていて、9月17日に放送されたアメリカの CBS テレビのインタビューでは、ウクライナがロシアに屈服してしまったら10年後の国際社会に何が起こるかをよく考えてみてほしいとして、ウクライナの次に、ロシア軍はポーランドに押し寄せるであろうと指摘した上で、そのような事態になったら次はどうなるか？第三次大戦の勃発ではないか？と警告したぜ。そして、私たちは今、全世界の価値を守っていて、ウクライナの人々はそれに対して最大の代償を払っているとし、私たちは自由のために戦っており、世界を破壊しようとする核保有国と戦っているとした上で、プーチンを止めるのか、それとも第二次世界大戦を始めるのか、世界が決断しなければならないと国際社会に問いかけたってわけだ。ここまでウクライナ軍は西側諸国、特にアメリカからの軍事支援によって国力に圧倒的な差があるロシアからの侵略を阻止して、占領された国土からロシア軍を駆逐しようとしているんだけど、腐っても大国であるロシアが簡単にウクライナから撤退することは考えにくく、この侵略戦争が長期戦になるとの見方が多いね。その情勢の中で、ウクライナ軍が次の冬が到来する前にどれほど国土を奪還して解放できるか、今後も支援を受けるためにはその進捗が問題となるとみられ、ウクライナにとってはあと1から2ヶ月の戦果が重要となるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。